こんにちは、ブリオです。今日は料理を教えるということについて少しお話をしたいと思います。ブリオは20年前ぐらいから料理の、専門学校に行って仕事をしたんですけれども、まず人に教えるというのは料理人の世界ではあまりないんですね。どちらかというと職人気質な人が多いので、俺の背中を見て勉強しろみたいな感じの人が多いです。まあ、これは職人の世界なら通用する話だと思うんですけれども、なので何かこう丁寧に何かを教えるというよりかは、専門学校の時に学んだ知識を生かすだったりとか、本当に先輩の背中を見て勉強するっていうような、本当にですね、バンビーノっていう漫画見たことある人いますかね。結構ね、昔松潤がやったドラマなんですけれども、あの世界がもう現場の料理の現場という感じです。もうソースとかも教えてもらうんではなくて、お客さんの残ってるのを舐めて、それに何が入ってるかを一生懸命考えたりとか、先輩が使ってるものを見て、あれでこれをちょっとずつ入れていくとああいう風になるんだみたいなのを肌で感じて覚えるんですね。確かにその方が自分で求めるので勉強にはなると思うんですけれども、スピードはやっぱり時間かかる。特に女性は日本ではまだまだ男女平等とはいかないので、女性が上に行くっていうのはなかなか料理の世界でも難しいかなっていうふうに思います。そういうのを見ていて、やはりそうじゃなくて、こう純粋に自分が学んだことを、まあ、レストランの料理でないにしろ家庭の料理にこう置き換えて、家庭の食材で作れる料理を教えられたらいいのになっていうことで、自分で料理教室を始めたわけなんです。なので身近なもので、身近な食材で、身近な機材で作れるような料理教室ということでやってきたわけなんですけれども、最初はですね、頭で分かってても教えられないんですよ。なんか本当その先輩の職人の人を思い出しちゃうんですけれども、なんかこう自分の持っている技術を教えるのがなんかこうもったいないって思う時があったんですね。これは本当料理教室を始めるちょっと前ぐらいなんですけれども、お金をいただいてこう料理を教えるっていうわけではなくて、例えば料理をやっているから、このレシピどうやって作るんですかっていうようなことを知り合いの知り合いに聞かれたりとかっていうことってあるわけなんですけれども、その時に、なんか自分の知識を経験を誰かにタダで譲ってしまうなんて、なんてもったいないんだみたいなふうに思ったことがありまして、その時に私って器小さいなって思ったんですよ。それはもう根本的にそういうふうな、パッともったいないっていうのが思ってしまったんで、あって思った時に、その時の自分ってやはり自分自身に自信がなかったんですね。そのレシピを誰かに教えてしまうことで、自分の何かこう大切なものが一つ欠けてしまうみたいな風に思ったんですよ。それはその時に、違うなと、器小さいな私と思って、料理教室で誰かを教えたりとか、もし誰でもいいんですけれども、何かを教える時にはもったいないとかって思わずに、もう喜んでレシピを提供しようっていうふうに思いました。昔食べに行ったレストランでも、これ美味しいなって思って、すぐそんなレシピ聞いたりはしないんですけど、どうやって作るんですかって聞くと、本当なんだろう、いいレストランってパッとこう教えてくれたりするんですよ。なんかメモに書いて最後渡してくれたりとか、そういうのってすごくかっこいいと思っていて、この話だといろんな業種に言えると思うんですよね。例えばスーパーが2軒あったとして、こっちのスーパーには置いてて、こっちのスーパーに置いてないもので、お客様がこっちのスーパー行った時に、すいません、洋食で言ったら、まあそうだな、ポルチーニのキノコが欲しいんですけどって言った時に、うちのお店ではないんですよって終わるお客様も店員さんもいれば、そこで、こっちはないんですけど、こっちに置いてますよって言ってくれる人っていると思うんです。一見するとなんかもうこっちの売り上げが減ってしまった、こっちの方になんか客をつないでしまったって思うんですけれども、行くお客さんとすると、なんていい人なんだと、
ちゃんとこっちに売ってるよってことを教えてくれたっていうことになって、その人のファンになると思うんですね。なので料理に限らず、自分の持っている知識だったりとか、もう私も全然知識なんかない方なんですけど、その知識を溜め込むんじゃなくて、何でも相手に伝える、そういう力がある人っていうのが、やっぱり人のファンを作りやすいんじゃないのかなっていうふうに思っていまして、料理に限らず、その自信を持って、自分自身に自信を持っていれば、人にそういうふうに与えることができるようになるんじゃないのかなと思って、今は楽しんでやっております。本当に今の時代ってすごい恵まれていると思いまして、プロの料理人の動画を見れるなんてことは、自分で本を買うか、実際そのレストランに足を運んで現場をちょっと覗かせて、同じ業種だとそういうこともできたりするんですけど、覗かせてもらうかぐらいの時にしかできなかったんですね。それが今は、その有名な人とか美味しいレストランのシェフとかが YouTube でレシピ公開してたりとか、こうやって作るんですよって言ってくれるじゃないですか。あれはね、ほんとすごいですよ。本当ならば、もう授業料を取っていいぐらいの人たちなわけで、それを YouTube で見れるっていうのはとってもいいことだと思っておりまして、それを知識をやっぱり開示するっていうのは、すごくその人の力量の懐の深さだと思うんですね。なので、この YouTube っていうことを通して皆様に、私も何かお役に立てることがあればと思って発信しているわけなんですけど、どうぞ今後のことも見てください。何か聞きたいことがあれば、答えれることでしたら、YouTube 通して答えていきますので、どうぞよろしくお願いします。本日も見ていただきまして、貴重なお時間をいただきましてありがとうございました。